ちゃん、はい、マクドナルド好きですよね。マクドナルド大好きですね。なんとマクドナルドさんがですね、はい、現在あのイギリスとアイルランドのお店がね、全店舗閉鎖してるんですよね。へー、そうなんです。ウイルスの感染拡大を。はい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 。でですね、そのマクドナルドさんがファンのために、うん、なんとソーセージエッグマフィンのレシピを公開したんですよ。で、今までの企業秘密だったものを、うん、みんなお家で作って食べてねってことで。すげえな。すごいよね。だから本当にコカ・コーラがコーラの作り方を教えるようなもんでしょ。そう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 。我々マクドナルド大好きじゃないですか。おお。なので作ってみようと思って。じゃあ俺もう今ソーセージエッグマフィン食べれるの。そう。うわ最高だ。あ、もう建前いいから早く作ろうぜはい、じゃあ作ります。じゃあ、はい、用意したものイングリッシュマフィン。あー、はいはいはい、これこれ、はいはいはい、ね、75g のソーセージミート。ソーセージミートが日本ってあんまり売ってないんですね。ソーセージミートって何？ソーセージの中のお肉だから、それは作ります。で、卵、はい、で、チーズ、はい、リカンチーズのソース、はいはい、で、ちなみにハッシュドポテトの作り方も公開してたんですよ。へえ。なので、じゃがいももあればはあ、ハッシュドポテト作れますよということで。はい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 。じゃあソーセージエッグマフィンいきます。イングリッシュマフィン、それ出してください。で、半分に裂きます。そう、切れ目入ってるからいい感じに裂きます。トーストします。これ、はい、私がトーストしちゃいます。はい、ソーセージミート作っちゃいましょう。はい。じゃあひき肉を 200g くらい入れます。入れちゃう。はいはい。で、塩コショウ小さじ3分の1ぐらいだから、まあ、少々。こんなもん。で、片栗粉大さじ2。片栗粉なんて入るんだね。レモン汁大さじ1から2。で、混ぜ混ぜ。はい、混ぜます。で、混ぜました。もう塩コショウ入れたから、うん、まあ、丸く平たくマックのあのパーティーみたいな感じでね。もうこんなもんじゃない。で、焼きます。こんな感じでね。おう、この目を焼きます。わあ、いい匂いする。本当はグリルで焼くんだけど、グリルがない家庭が結構多いと思うんです。なので今回ホットプレートで、まあ、フライパンでもいいと思うけど。卵を作ります。で、クッキングリングっていうのがあるんだよ。卵をさ、焼くやつがあるんだよ。わかるわかるわかる。大体の家ないんだよ。で、例にも漏れず、うちにもないんだよ。はいはいはい。普通に目玉焼き作ります。ああ。で、きょうちゃんにはその暇してる間、うん、すりおろしたじゃがいも、はい、これに卵を入れて塩コショウで味を整えます。まさかこれは。はい、ハッシュドポテトを作ってもらいます。で、混ぜてください。こんな感じで混ぜます。で、混ぜたら焼きます、はい、油引いて、うん、種をペッてのけます。で、両面が黄金色になるまで揚げる。あ、ひっくり返してください。あ、はいはいはい、ちょっと、本当に。はい、ひっくり返してください。ほい。あ、美味しそう、美味しそう。いいんじゃない。ほい。は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 い。で、また6、7分ぐらい揚げ焼きするわ、これ。揚げ焼き、なんでこっち失敗したみたいな。こっち失敗したみたいな。ちょっとなんか違うなと思った。ねえ。チーズ。はい。乗っけて、パテ乗っけて、卵乗っけて。一番上が卵なんだね。うん。じゃあチーズ乗っけますよ。はい。はい、チーズ乗っけた。乗っけた。で、肉のパテ。はい。はい、乗っける。目玉焼き。はい。はいはいはい。を乗せます。うわ。わあ、いい。うわ。で、まあ、閉じます。閉じる。はい、完成。以上でございます。こちらがエッグマックマフィンでございます。どうぞ食べてみてください。いいんですか。どうぞ。念願の、まあ、めちゃめちゃ美味しそうなんだけど。手作りだもんね。うん、いただきます。どうぞ。絶対美味しいじゃん。わお、半熟の黄身にしたよ。どう、きょうちゃん。うまい。すごい。どう、エッグマックマフィンになってる。なってる。なってる。これは嬉しい。薄くした方がいいかもね。膨らむからね、うん、焼いたら。じゃあ
ハッシュドポテト、どうぞ。え、チョロちゃんがさっき作ってたやつは。私が作ったのは、ちょっと油多めに作ってたんですけど、なんと焦げました。あ、でもギリギリいける焦げ加減。いや、食べるよ、俺の方。うん。うわ、俺のやつあれだ。何？俺の苦手なやつのやつになってる。ちょっと卵多かったね。芋が少ないのか。ハッシュドポテトはちょっと失敗しちゃったね。マックのようにはいかなかった。チャレの部分を作ってもらおうって言ったの。うちの麗華も食べてってよ。いらっしゃい、バーガー京一郎だよ。バーガー京一郎さん、はい、バーガー一つください。バーガー一つはいいよ。お願いします。はいよ。お、来た。はいよ。お餅めちゃめちゃ美味しそう。こぼれるか、この上で食ったのに。うん、うまい。ソーセージエッグマフィンじゃん。語るほど食べたことあるんですか。ソーセージエッグマフィンではないです。うまいものです。うまい、うまいね。でもあのマックの再現はむずいね。やっぱパティが問題かな。うん、バンズと卵は多分変わんないんだろうけど、パティがすごい存在感が大事。うん、もうちょっとこう平たくしていかなきゃいけないかなって思いましたね。ちょっと膨らみすぎなんだよね、これじゃあ。そうだね。いかがだったでしょうか。今回ね、あの企業秘密のレシピをね公開してくれたので、ぜひぜひ皆さんもね、ご自宅で、うん、なかなかないと思うんですけども。ないね。まあ確かにこの肉のパティもそうなんですけど、材料は作れそうだけど上がねなかなかないんで、もしかしたら自宅にあるもので作れるかもしれないんで、その際ははい作って食べてみてください。はい、というわけで以上、きょうちゃんの幻のマクドナルドの極秘メニュー、ソーセージエッグマフィンを作ってみたでした。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。おいしい、おいしい。ずっときょうちゃん手でした。うん、毎回やっぱりずっと手じゃない。うん、おいしい。よかったよかった。今日の晩ご飯これです。うまっ。